ちょっとはい、まずは G1 初決勝こういう形で決めて嬉しいですね。全然実感ないんですけど、まあ、まあ、今日ゆっくり持ったっていう実感をかみしめます、なんとでもまあその手応えよくこう決勝にそうですね、一個一個勝ち進めたなって今までこう気負いするとこもあったんでこう、いけるかなと不安とかあったんですけど、今も自信もいい自信も今あって、レースはある程度読みはどうでした、その九州勢だったり三谷さん。そうですね、もうまあ穴ってるんで、もう落ち着いて、いいとこでいいかな、いいと、まあみんなこう短期も置いて、うわーってなったら終わりなんで、いや、その今のスピード感っていうんですか、小川慎太郎には聞いたら、俺もあれ目指してるんですよ、なかなか目指します、一緒に仲良く頑張ってます。はい、その徳島で勢いある中、まあ、ハーケンさんもいたり、はい、そうですね、原さんもグランプリ近づけたと思うんで、そういう中で、どういう結末があるのか決勝後楽しみですよ。そうですね、僕も初めてのみたいな、今まだそのタイトル欲しいとかどうこうっていう感じではまだないですよ、その全然落ち着かないんで、もうやっぱもう自分実力以上のことってないんで、もう自分のできることをやるだけ、あんまタイトル欲しいとか思い出したら今なんかもう緊張して緊張してもうマイナスになるんで、今はもうできることをやるだけです。自然にじゃあ自然にナチュラルで、今みたいな感じで普通にさ今みたいに、ダメならダメでよかったらよかったんで、とにかく楽しみにしてます。ありがとうございます、頑張ります。ありがとうございました。